ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ねえ、魔理沙。最近すっごく暑くないかしら？そうだな。梅雨、どこへ行った？って感じだぜ。でも、おかげで、ハイボールが進むんだよな。暑ければ暑いほどハイボールは美味しいから。へえ、なかなかタフな思考ねえ。そうだぜ。まあ、酒好きなら何かと理由をつけて、年中飲むんだけどな。それもそうね。じゃあ、今日は猛暑にぴったりなハイボールを紹介してよ。了解だぜ。キンキンに冷えたおすすめハイボールを5つ紹介するから参考にしてな。お願いね。それじゃあ、ゆっくりしていってね。ところで、霊夢。いつもはどうやってハイボールを作っているんだ？そうね。まず、大きい氷がたくさん入った。冷えたグラスにウイスキーを注いで、しっかり混ぜるわ。その後、丁寧に炭酸水を入れて、少しだけ混ぜたら完成よ。なるほど。良い作り方だな。そうよね。マリサはどんなやり方なの？普段飲むときはほとんど同じ作り方だな。でも、今日みたいな暑い日は、氷点下ハイボールがおすすめだ。氷点下ハイボール？どうすれば作れるのかしら？そうだな。まずハイボール用のウイスキーは凍らせた方が良い。なるほど。なかなか大胆な気がする。というか、ウイスキーって凍らせて大丈夫なの？一般的な冷凍庫なら、ウイスキーは凍らないから大丈夫だぜ。注意点は、高価なウイスキーはやめといた方が良いということだな。というのも、一般的なウイスキーは冷却ろ過により、本来は冷却すると出てくる濁りを取り除いているんだ。それに対して、高価なウイスキーはあえて冷却ろ過をしていないことが多いからな。なるほどね。いわゆるノンチルフィルタードよね。そうだぜ。この容器があるウイスキーは凍らせてはいけないぜ。その一つの目安が価格だな。まあ、銘柄によるからざっくりなんだけど。なるほどね。じゃあ、高価なウイスキーを凍らせるときはラベルをしっかり見るわ。それが良いな。まあ、ブレンデッドウイスキーなら大体大丈夫だから。よっぽどじゃなければ、凍らせるウイスキーはブレンデッドがおすすめだぜ。了解よ。私もブレンデッドウイスキーを凍らせてみるわ。ところで、話がだいぶそれちゃったけど、氷点下ハイボールはウイスキーを凍らせるだけで良いの？だいぶ良いけど、グラスも凍らせた方が良いな。可能ならステンレスや銅などの金属製グラスをな。了解よ。これで、私も、氷点下ハイボール。ふふ。楽しみだわ。最高に痺れるぜ。この暑さが穏やかなスパイスに感じるほどに。でも、ずっと氷点下ハイボールを飲むのもあれだから、もう一つおすすめがあるぜ。なるほど。それは何かしら？それは、アイスボックスハイボールだぜ。マリサ、アイスボックスはチェリオが至高でしょ。わかる。本当にそうだよな。アイスボックスはチェリオが至高だったぜ。じゃあ、チェリオアイスボックスハイボールはどうなんだろ？最高かける最高かける最高よ。なるほど。盲点だった。その組み合わせ、研究してみるな。良いわね。良い組み合わせがあったら教えてよ。了解だぜ。多分9月末には報告できると思う。それじゃあ、遅いわね。まあ、その場合は暖房をつけて暖かくして飲めば良いから大丈夫だぜ。全然大丈夫じゃないけど、わかったわ。今年の夏はいろいろなハイボールを作ってみる。それが良いな。じゃあ、それにおすすめな銘柄を5つ紹介するな。よろしく頼むわ。そうだな。じゃあ、1本目。それは、ブラックニッカディープブレンドだな。なるほど。定番ね。そうだな。このウイスキーは度数が 45% と比較的高く、柔らかく心地よい甘みが特徴のウイスキーだぜ。価格も1000円台とリーズナブルだから、1本は冷凍庫にストックしておきたいな。なるほどね。確かに、マリサの冷凍庫にはいつもこのウイスキーがあるよね。そういうことだぜ。食中酒としてのハイボールにぴったりだからな。なるほど。まあ、このウイスキーは殿堂入りに近いし、私も愛飲してるから。続いてのウイスキーを教えてよ。そうだな。じゃあ、2本目。それは、スペシャルリザーブだな。なるほど。このウイスキーは白州モルトが使われているのよね。白州モルトの爽やかさと、グレーン原酒の柔らかさが調和した味わいが好みだわ。そうだよな。その素晴らしさは、極限まで冷やしたとしても損なわれず、違った良さが開花するんだぜ。そうなのね。それを聞くと、奥深いウイスキーこそ色々な飲み方で飲みたくなったわ。わかるぜ。高価なウイスキーも、ノンチルじゃなければ、凍らせて飲んでみるのも良いんだぜ。もちろん小瓶に分けてな。わかった。色々試してみるね。それが良いな。じゃあ続いて3本目。それは、ジョニーウォーカーレッドラベルだぜ。このウイスキーは、高コスパブレンデッドスコッチ筆頭。言わずと知れた一品だよな。本当にそうだと思うわ。そうだよな。だからこそ、このウイスキーはアイスボックスハイボールにぴったりだぜ。ミニボトルも購入しやすいしな。なるほどね。確かにミニボトルなら、飲み切れるし、便利よね。そういうことだぜ。まあ、ミニボトルはブラックニッカとかもあるし、好みなのを選んでくれな。そうね。まあ、ワンコインで買えるし、ジョニアカのミニボトルを愛用するね。確かに、それも大事だな。
じゃあ、4本目。それは、バランタイン7年だな。このウイスキーも良いわね。チェリオに合いそう。なかなか、尖った感想だな。まあ、バランタイン7年の持つバーボンタル由来の甘い風味は、チェリオだったりコーラなどと相性が良いぜ。キンキンに冷えたコークハイも最高だからな。そうよね。キンキンに冷えたチェリオハイ。暑い日にぴったりかもね。そうだな。バランタイン7年はかき氷にかけて食べるのも良いかもな。なるほど。斬新で、面白そうだからやってみるね。それが良いぜ。それじゃあ、最後5本目のおすすめは、ジェムソンスタンダードだぜ。お、癖の少ないアイリッシュウイスキーね。これは、確かに氷点下ハイボールに向いていそう。そうなんだ。癖のあるハイボールも美味しいけど、勢いよく流し込む冷たいハイボールには、クリアな味わいのウイスキーが良いぜ。それに、ジェムソンスタンダードはコーラ系飲料との相性抜群だからな。この前のコークハイ100杯飲む企画でも、高評価だったもんね。そうなんだ。だから、今回は氷点下ハイボールを100杯飲んでほしいな。霊夢に。さすがに、それは時間がかかるよ。できなくはないんだな。そうね。なんだかんだ。一夏かければ、100杯くらい簡単に行くじゃない。まあ、確かに言われてみればそうだな。そうよ。だから、9月末までにチェリオアイスボックスハイボールのランキング含めて教えてね。まあ、了解だぜ。でも、氷点下ハイボールだけじゃなく、いろいろなウイスキーも飲もうな。そうね。この夏にぴったりの飲み方ではあるけど、ウイスキーの風味だったり、奥深さをしっかり味わうのに適した飲み方ではないからね。まあ、そういうこと。視聴者のみんなも、おすすめの氷点下ハイボールや、好きなアイスボックスやチェリオの味を教えてほしいわ。それじゃあ、ご視聴ありがとうございました。